カサスの爆撃機ライジン福岡に飛来、アゼルバイジャンからメイマン豆豆腐。赤ボール167cm 60.9kg テスラモーター。死に物狂いでライジン初勝利へ、このままでは終われない。手塚元信、この試合はライジン MMA 高川5分の3ラウンド制で行われます。61kg 契約バンタム級の一戦です。5分3ラウンドの戦い、画面左初参戦です。コーカサスの爆撃機メイマン・マメドフ、アゼルバイジャン第3の男です。対するはこれがライジン2戦目初勝利を目指す手塚元信です。レディー、はい、今戦いのゴング、まずリングのセンターは初参戦のメイマン・マメドフです。さあ川尻さん、はい、またアゼルバイジャンからですね、来ましたね、一人やってまいりました。やっぱマメドフは、まあ、全部強いんですけど、右のフック、スタンドの打撃鋭いですよね。そうですね、はい、強烈なローもあるし、はい、ただテイクダウンもできるんで、はい、打撃的にこう意識を持っていっちゃうとテイクダウンされてしまうんで、手塚選手はすごい戦いづらい相手だと思いますね。なるほど、ここでタックルに行きました、はい、いいですね、まあ、手塚選手としたらもう完全に打撃で勝負する必要はないので、はい、自らタックルに行くか、もしタックルできないときはこうやって引き込んで下から勝負してもいいと思います、うん、なるほど、はい、高田さん、はい、前回手塚が全く何もさせてもらえませんでしたもんね。うん、これは 7ヶ月ぐらい経つの。そうですね、うん、ちょっとこう迷いを抱えながら過ごしてきた。アウデを取りました、手塚です、うん、はい、吹っ切った自分が見せれるかどうかっていうのは格好の相手だね、うん、ここで負けるようだと手塚も連敗はというところ、まあ、今回は死に物狂いで切られても切られても自分から仕掛けていくと何度も口にしています。その中でまず腕を取りました。川尻さん、この状況はいかがですか。まだ完璧ではないですけど、左足が肩に入っているので、もしあの右手が抜けたら三角にも移行できますね。マメダフの右手ですね、はい、まあ、クルミさん、アームロックと三角の、はい、うん、二重の罠が仕掛けられてますね。なるほど、はい、まあ、手塚の決めの強さはクルミさん、はい、自分の肩に入れば圧倒的なものありますもんね。そうですね、まあ、前回はそれが見られなかったので今回、ね、見られるかちょっと楽しみですね。ちょっとね、あの手首持ちたいんですけどね、テコの原理で。あ、ただ三角入りますね。ここで三角締め、どうだ、入れたいけど右手入ってきた。これ右手を、あ、もう抜けましたね。ただまだ十字があるか、はい、どんどん仕掛けていくべきですね、はい、まあ、手塚はグラップラーです。あー、そして脇があった。これはどうだ、腕を向こう側取っているか、肘を、そうですね、ここは鉄椎、これ抜けたとしても三角もまだ狙えるし、まあ、返して上になることもできますね。あ、ちょっと、あ、これは右になりました。そうですね、マメドフの右手に注目ですね。これ抜けたらまたチャンスですね。マメドフの今見えている右が抜ければというところ、ま、逆に今これがマメドフは命綱になってるんですね、はい、まずは左で鉄槌打ち込んでいきます。序盤グランド引き込んで手塚自分のまずはペースで試合を進んでいるという状況。これタックロックすると結構、はい、このロックを深くした。さらにパンチを打ち込んでいく。いいですね、マメドフ動けません。これ動けないと、はい、これ高田さん、打撃もらっていてもかなりダメージ蓄積してきますよね。だからディフェンスしてるのが動けないのか、うん、いや右手本当だったらね、抜いちゃってディフェンスしたいんですけど、抜いちゃうと三角決まってしまうし、あそこ入れておくしかないんですよね。でそうするとディフェンスできないんですよね、はい、まあ、こうなると手塚は打撃打ち放題と。そうですね、肘を打ってもいいと思いますね、はい、距離が近いのでカットも狙えますね。マメドフが相当嫌がっています。動けないか、一瞬腰を動いて、うん、ディフェンスできてないんだよ ね、 そうですね、右手も使えないからね、これ頭、そうですね、おでこで受けてますね。大きなダメージはないと思うんで、本当だって肘をでカットを狙ってもいいと思うんですよね。再び腕です。あ、そして肘、そうですね、これでいいと思います。かなりマメドフも苦悶の表情。ただおでこ硬いからね、うん、顔面に入らないと。ただまあ皮は薄いので、骨があるので結構カットしやすいので、肘はもう本当ダメージというよりもカットすることに重点を置いていればすごいいいんじゃないですか。
あと川尻さん、これ手塚が攻め疲れということはないですか。いやどうでしょうね、こう足のロックがまだちょっと浅いんですよ。あれ結構力を使っているので、しっかり足首でロックできればいいんですけど、意外と足は、広すぎますね、この状態だと。今度右の肘、さらに左右の拳に切り替えました。マメドフも苦しいですね。残り間もなく第1ラウンド30秒になろうというところです。もう防戦一方のマメドフ、あ、ここで、あ、セコンドからタオル投入ですね。これレフリーが止めましたか。レフリー本人蹴ろうとしてるね今。勝者、いや、バトンが出てきたんで、バトンが出てきましたね、はい、レフリー、まあ、いわゆるタオル的な役目なんですよね。勝者が止めたって。マメドフはどういうことだと。手塚は喜びを爆発させます。セコンドが投げたってことですよね。セコンドがレフリーストップ。レフリーストップ、今場内にアナウンスがありました。レフリーストップ、レフリーストップという場内に。